やばいよね。胃もたれ。レッスン終わった。こちらも今日某海鮮丼しか食べてません。もう海鮮丼なんて入ってないし、うちのあれに一文字も海も鮮も丼も入ってないからね。土砂降りの中野球お疲れ。今日ホークス勝った、イエーイ。バージョンあるさん、ハートありがとう。充電器がないのとメール送りたいのとで、55分になったら教えてください。お願いします。タバヤンさん、ハートありがとう。バージョンあるさん、ハートありがとう。11日朝から公演か。11は大変そう。11日、11日多分めっちゃ短い配信、合間にできるかな。でも6時開演か。終わって6時に開演してだいたい2時間、8時で、そっから卒業のやつだから8時、9時、終わって夜配信できるかも。逆に12日はオフがいい。13、14、15がなんかもう橋本頑張れって感じだから、やばい、危ない。今レッスンした曲めっちゃ歌って踊りそうになった。めっちゃ危ない。思い出以上でもやっとこう。まだ好きだと言って、まだ好きだと嘘ついて、最後にもう一度人の、最後にもう、最後にもう一度人の夏の愛あり、ルル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 。危ない危ない。今やったやつは絶対に歌っちゃいけない。11日はフルーツスノーなので、皆さんフルーツスノーのポジションが見えるところでお願いします。47センターやります。お願い、昼公演だけでもいいから、やっぱり春菜が可愛いよって言ってほしい。なんかこのポジションさ、せっかく47センターなのにさ、いつもさ卒業公演の時しかやらないからさ、せっかくセンターなのに全然いつもメンバー違うメンバーの名前呼ばれてるの。まあそりゃそうだよねって、だって卒業公演なんだもん。それはそう。でも私はせっかくセンターでやるからハルピョンの名前呼んでほしいって思ってるから、昼公演だけでいい。昼だけでいいからお願いします。
明日の髪型はこれにしようかなって思ってる今。なんかレッスンの時にやったけどいい感じじゃない？これあり。もうすぐ55分終わっちゃうよ。55分になったらメール送んなきゃいけない。あと充電がないから多分もう切れる。昼はいいよね。昼ぐらいは、昼ぐらいは47の私の名前でお願いしたい。あ、危ない、恐れそうになった。やんじゅーな、危ない、めっちゃ危ない。今来たばっかり、来るの遅い。そうそうそう、全然嘘。オレンジの服着てた時にしてた髪型を公園でやるチャンス。あ、ラプンツェルヘアみたいなやつ、いいですけど。いいですけど。めっちゃ上から目線。いいよ。でも明日じゃない、明日はこれやりたい。いやでもツインテールもありなんだよね。てか明日8面誰もいないんだ、聞いて。明日8誰もいない、さっき知ってびっくりした。どうしよう、過ぎた。あ、終わります、終わります。エイトいないときはだいたいセナタンとかといるんだけど、セナタンはあれなの、明日主役だから。セナタンといる人いっぱいいるから。でもこのコンサートでクルちゃんと仲良くなったからきっと大丈夫。ランキング読む。1位たまゆきさん、2位 A ダッシャーとピョンドさん、3位マジカのバナナちゃん、4位ツッチーさん、5位ヒーローさん、6位バージョン R さん、7位スミちゃん、8位パ太郎さん、9位、マーイカーさん、10位スズメちゃんさん、12位ユータさん、13位山内さん、13位あれ10位すずめちゃんさん、11位ゆうたさん、12位山内さん、13位まこひかりさん、ありがとうございます。そして今日は622人なので22、たばやんとぴょんずさん、ありがとう。急に配信してごめんね。でもレッスンがちょっと巻いたからちょっとでも配信しようと思って。ということで終わります。メール送ります。さっきインスタ更新したからぜひ見てね。それじゃあバイバイ、おやすみ、またねー。